ルールとか決まってないんで、ごめんなさい。スーパーストリートファイター 2X、 カーブって書いてあるから、今年も今年度もあと1ヶ月となったら、最初はエクサーという初心者と言ってはあれなんですけども、今まで大きな大会の優勝経験がない方、体操の大会がワークで行われます。カラエケの日本日の日の日曜日に行いますので、皆様ご期待ください。大きな大会優勝したことがないと言っても、今までのツアーマンがたくさん持っています。これまだ3人しかいないので、ルールとかも決めようがないんで、もう一人待ちくださいね。
まではエントリーまだもうちょっと待ちましょうかね。今んとこ8人で自分の入れて8人でございます。
さんが面白いルールを考えてくれたのでそれでやろうかなと思いますよ。ただかなり慌ただしいルールです。で1チーム
ルール説明もしますので、まだ遊んでください。
では、ルール説明をしますので、このクレジットラストでお願いします。今日は、3on3 なんですけども、いい？皆さんルールを聞いてくださいね。ルールを聞いてください。じゃあ、あそこ終わったらルール説明をしますので、今日はミーアーさんが考えたまたヤバいルールでございます。だいぶヤバいです。今日は3on3 です。で、1チーム3キャラで、ラウンドごとに交代します。ラウンドごとに交代します。いいですか。じゃあ、例えばこの3人で来るとします。で、まあ、メインキャラガルセム、エスタガスとクンリーでチームを分けると、先方エスタガス、白人が先方で出る。ラウンド負けました。綺麗に交代という感じです。とてもヤバいルールなんです。今日のルールはちゃんと聞いてくださいね。もう一人来ますので、それ待ちで。大変慌ただしいルールでございます。あと海外勢に説明がしにくいです。申し訳ない。はい、皆さんルールは把握できたでしょうか。これからチームを組んでもらいますが、同じキャラ同士で組んだ方がいいんじゃないかなとは思いますね。ラウンド間でキャラ替えじゃないですよ。で、2ラウンドで終わったら3人目は出ないという感じでございます。で、キャラクターは、先方を例えばエスタガットが勝ったら、エスタガットはそのまま、勝ち抜き戦ですね。という感じでございます。キャラ分布を見ると、女ホンダ、ダルシム、ダルシム、ガイル、ガイル、チュンリー、ベイロン、わかんないな、 DC かバイソン、エース剣かなという感じでございます。あ、いやいや、まだ、そういう意味ではないんで、ルールを聞いてください。チームを組んで前もって決めておきます。キャラクターは前もって決めておくので、同じキャラの人と組んだ方が効率は良さそうです。皆さんルール把握できましたでしょうか。大丈夫。じゃあ、4チーム作ってもらいますので、ペコさんストップ。ルール聞いた。おい、だからストップって言ったでしょ。面白いルールです。はい、ルールもう一回説明いたします。 3on3 で1チーム3キャラで、例えばこの3人で組みました。ペコさんエスケンダップします。ペコさんがエスケン先行で出ます。で、ラウンド負けました、もしくは勝ちました、したら鈴鹿さんに交代です。そう、ラウンドごとですよ。ラウンドごとです。これが新谷さんの考えたルールです。皆さんよろしいでしょうか。3ラウンド目も交代なんですけども、
3人目は出ない可能性がありますね。よろしいでしょうか。質問があったら今のうちに。僕はね、ダルシムキャラじゃないですよ。ラウンドごとに交代です。変えなきゃいけない。このゲームラウンド終わったら速攻で次のラウンドに始まるんで、出る順番は相談で、ですが3キャラ使うので必ず先頭1回ずつ使ってもらいますので、それは よろしくお願いします。いいでしょうか。で、これまずチーム決めが重要ですね。はい、チーム決めを今日はさすがに相談でやりましょう。相談でチーム決めするので、の試合はストップでお願いします。それで、キャラクターは事前に決めておきますので、これはそうですね、まあ、ダルシムは組んだ方がいいんじゃないかな。さあ、そういう感じなので、うまくチームを分けてください。スノさんともう一人、ここナッシュメンさんが来るそうなので、マジでナッシュメンさんが来るらしいので、ダルシムはいっぱいいるニーヤさんがさウキウキですよこれ。1回しか出てない。え、いや、こんな同士で組めば2回出る。はい、なのでチームを組んでください。お願いします。キャラは最初に決めます。どのキャラでもいいとは、どういうことですか。それでもいいですよ。組んでください。ほらほら、あと2人、あと1人をうまくスカウトしないといけませんよ。まあ各例えば、まあ、ここ3人で組んだらメインキャラメインキャラメインキャラでいいんじゃないかなとは思います。
キャラクターはあれなので、チーム組みましたか？全然組んでないですね。まあさすがにダルシムダルシム僕はまだ待ってチーム決まりましたか？この試合やってる暇あったらチーム組んだ方がいいですよ。ダルシムダルシム残り1人いて、グリグラさんは空いてる、ホンダ2人は組んでるっぽい、あそこ決定。ほー、イデシャル、結構なんでダルシム使わせようとするの？エッサがいいじゃん、エッサが。はい、サンキャロラジオもいいですよ。こちらのこちらでも構いません。はい、ダルシムチームはまあなんとか、ダルシム3体にはならないんですよ、これは。ちなみにチームはチーム組みました。組んでない。残ってるのが鈴鹿、ムーチームと新谷中野チームとグリグラツノッピナッシュメンか。あ、ガイスト。いいじゃん。ガイスト。鈴鹿ムー白に白に鈴鹿ムー白にチーム。いや、僕ナイストさんが出るんだったら僕出ないで。はい、ナイスト OK で、ここ決まりましたね。鈴鹿、ムー、シノニー、ダルシム、ダルシム、エッサガットか。これは汚いね。いや僕余ってるんでこれ今日4チームあるから、ヘンテコリンなキャラで出てもいいんだけど。ニーヤ中野、あれで、グリグラツノッピナッシュメン外装ブランカ。ナッシュメンさんが来なければ僕が出る。来ました。あ、スウェーガードさんお久しぶりです。多分10年ぶりぐらいです。はい、ルールは皆さん分かったところで、来んだ。じゃあグリグだ。もう余ってるの3人ですわ。はい、グリグラ、ニーア、中野で、スノッピー同キャラはありです。スノッピ
いや、これは同キャラあり。マッシュメン。ガイスト。じゃあガイストさん。ね、スラムさんと。今日のルールはかなり特殊なルールで、説明しました。大丈夫、大丈夫、はい。そう、1ラウンドごとに交代します。勝って負けの交代。試合前に申告で、で、もう一つチーム内で必ず1体ずつ先方を、交代してください。1人1回は先方出てください、ね、はい、以上でございます。はい、じゃあチームの代表、じゃあシャルさんが一番まともそうなのでシャルさん引いてください。覚えてないでしょ、覚えてないでしょ、はい、はい、角さん、はい、そこ、はい、で、何これ何これ、あのトランプ引かせたけどトランプ引かせたけど、何これ、総当たりでやんのこれ、あの総当たりでやんのかどうかを聞いてねえぞ、そもそもどうすんの。4チームだからな、でもダブルイルミでいい、はい、でっかく書いちゃった、ダブルイルミで。1の方、1の人、はい、角さん、角ナッシュメンさん、ガイスト、2いた、はい、グリグラニア中野、はい、3番いたよ、はい、鈴か虫の4がシャルヒデペコね。で、ダブルイルミということになったので、とりあえずこれで敗者復活あり。で、ここで負けた人が刺さると。はい、ということで、じゃあ、大丈夫、ルイミナルール分かってるよね、ルール分かってるよな、みんなな。ということで、じゃあ我々が戦うわけなんですが、
それで、チームのキャラを聞いてないんだよね、これ多分ね。そう、キャラを聞いてないので、キャラを言って、我々は剣、本田剣ということでもうよろしいですかね。はい、固定で、固定で、とりあえず固定で、はい、ガイ、まあ、ガイル、ブランカ、ダルシムでは、うん、ガイル、はい、そこのチームは何、3キャラは何にするの、ダルシム、ダルシム、ダルシムにするの、はい、はい、リュウチュン・リー・バイソン、はい、ということで、ケンケン・ホンダ対ガエル・ガエル・ブランカで、ですね、これじゃあローテーションの順番も固定なんですよね、そうではない、先方だけ、じゃあ、ラウンド取って次お前出ろっていうのは、キャラの順番は何でもよくて、その使う人のローテーションは固定、先方だけ、とりあえず変えればいいってことね、ラウンドごとに、そう、あ、ありがとう、 OK、 じゃあ始めましょう。こんなルールを考えてきたニーヤさんの頭がおかしいということですね。はい、では、最初はワンピー側、ツノッピー、ナッシュメン、ガイソー、ツーピー側がグリグラ、ニーヤ、中野、ケンケン、ホンダ、マジか、えぐいチームがありますね、ダルダル、エッサガトというのがありますよ。オッケー、先方の人とキャラ両方、なんか、はい、じゃあ次のラウンド、さ、3ラウンド目まで考えておいてくださいね。オッケー、はい、じゃあ始めていきましょう。じゃあ始めていきましょう。というわけで皆さんこんばんは、ヒデです。今日は完全に出来上がってるので、ヒデチュンリーの動きは多分そうだと思います。ワンピー側がガイソー、ブランカで、ツーピー側はグリグラ、ケン、グリグラがケン、ホンダ、ホンダケンかと思って、ホンダ、ホンダフィーローかと思ったら、はい、ケンケン、ホンダですね。はい、全然話が違う。今日結構戸惑ってるんではないかと思います。さあ次が映っているのがグリグラ、はい、さあ勝利、グリグラがかなり押してる、うわー、ダイヤ式勝利。さあパーフェクトで取って、これは 2P が圧倒的楽になる。そうですね、しかもニーヤさん剣使ってるので、かなり 2P が有利かと。勝利点バッチリ。この2人の対戦は何年ぶりなんでしょうか、はい、ナッシュメン、久保さんとかと一緒にやっていたというレベルなので、はい、もう10年くらい前にはやっていなかったというプレイヤーですね。しかし、ニーヤさんが圧倒、ニーヤが勝って、違う、まだ先方、そう、キャラが変わらない限りは先方ですよ。あ、そういうこと、はい、もう申告なしでいっちゃっていいですよ。キャラ残ってんのガイルだけじゃないですか、うん、という感じで、はい、まあ、やりつつルール説明という、はい、いつもの流れですね。そうですね、日曜日イベントのならではの、はい、さあここでナス、ナッシュメンです。ナッシュメン、ナッシュメンさん、ナッシュメンさん、はい、さあ古いプレイヤー、勝利あっさり、おっと、さあ、あまりにもやっていないので、はい、動きがちょっと硬い感じがするが、硬い感じがする、どうなる、トリックで追い払って、さあ、体力かなり追いついたが、しばしばし、あべて、あべて、しばしばし。さあ、これ今度はガイストと
ニーアイ、これアピールですね。さあこれワンピーガー、スモさんがまだ出てないですね、はい、そうですね。これ1ラウンド目から3ラウンド目までもう確認してしまうという感じなんですよ。あの順番もう順番固定じゃないですよ。あ、先方だけです。あ、先方だけで。じゃあ2と3出るのは別に今のこの緑色の剣は先方でグリグラさんが出たので、はい、グリグラさんが次のこれだったら次の試合の先方。あ、そういうことですね。さあ、おお、そろそろね、ここでトマットが決まって、さあ残るは剣本田、どっちに行くんでしょうですね、どうしてでしょう。まあ最終的にあ、ナッシュメンさんですよ、先方、そういうことか、持ちキャラが1ラウンド目で出たら、そうそう、持ちキャラで、そういうことか、先方、まあ、持ちキャラがなくてもいいんですけど、別に、はいはいはい。じゃあ、あれですね、1ラウンド目超重要ってことですね、やっぱり。いや、だから、いや、固定じゃなくていいんで、あの、メインキャラだけど2ラウンド目で出てもいい。はいはいはい。さあ、ここで中野フホンダが出ていいかは。さあ、ナッシュメン対中野フホンダ。おぉ、早めのアッパー、音を飛んでいく。ホンダはこの数年で、はい、トップクラスに変わったぐらいですね。さあ、これで厳しい厳しい、すごく気持ちよ。おぉ、サマー触ってる、ここからわあ、いい気になって。さあ、これは誰が出る、グリグラさんが。スマさんまだ出てない。そうですね。頼れる大将。でも1ラウンド取ってくれないと大将まで回んないですからね。さあ、サマー、ダイエストソダイルが、しかし死んだが、あー、このフガフガやばい、どうなる、裏から5番、あー、痛い、あー、反通した。さあ、これで先に大将スノッピさんのガイル、スノさんが先方ですね、今度は。これ2連勝でもそのまま続行って感じですね。あれ、ワンピー勝利か、ワンピー勝利、あ、そっか、やばい、完全にこっち回ってるわ。あれ、剣が勝ってるね。あ、どうだよ、最初は2連勝でも3回ぐらい勢いがあるって感じ。あ、やりますやります、了解です。全部倒さないといけない、了解です。さあ、スモッピーがノリノリ、さすがにこれは本田戦には絶対の自信があると。わー、バッチリですね。さあ、ここでガイスト対ニア。2ラウンド目は勝ちに来た感じ。まあ、ホンダはなぜ1体しかいないのか不思議でしょうがないんですけど、ね、そうですね。さあ、これは大人が入ってもう一度吸い込んで、あー、中100巻いくって投げる。そこで最後ラッシュメン対グリグラさん。さあ、ナッシュメンがいる、あー、やばい、ぶっつき入って、おー、やばい、もう一丁、あ、さあ、グリグラチーム勝利で残念勝ですね。はい、それでは 1P 側鈴鹿ムーシノニー、 2P 側シャルヒレペコです。ダルシムリタイきついな。リューチュンバイソンなんだ。はい、先方は深刻ですよ。いや、グリグラさんがホンダの操作をね、知っていたおかげで勝てましたね。実は知ってない。そうですね、あの3ラウンド目でどっしりというのは実は効率悪いですからね。あのシャルさん、あのスタートボタン連打して、そっちのオッケー、はい、オッケー、イグジットに合わせて、イグジットね、イグジットよ、イグジットよ、それを、そうオッケー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 。ムーさん、自分家に筐体あるのにね、基盤あるでしょ。なんでそういうことになるの。すごい、
ムーさんもやる気、ムーさんやる気満々、ムーさん向こうはねダルシムのムーさんだそうです。はい、深刻性なんだけどな、向こうはもうやる気で来ました。お、さあここはかぶせる、これはあの難しいですね。まあ、ダルシムを2体いるのは相当アドバンテージでかいですね。ただ、スーピーがもうバイソンチェンジがいますので、ね、まあ削れますね。ムーサファイヤー打つのは大丈夫。ほらほら、交代しよう、交代、交代しなさい、交代しなさい。さあ、何も考えてないなあいつら。ワンピーが何も考えてません。次のラウンドのことを考えてます。座りっぱなしで、いやこれはやばいんじゃない。なんかエコさんがそれっぽい動きしてるけど、 S バイソン使ってますからね。あーなるほど。あーなんか、あーっと鈴鹿死んだ。あらさあ、はい、とりあえず、はい、シャルさんはそのままで大丈夫そうです。あ、なるほどね。ペコさんがバイソンちゃん一応使えるからっていうことでバイソンこれはチョイスされたんです。なるほどね。はい、じゃあ何かするんですかね。エッサガットかなとは限らないけどね。エッサガですね。エッサガ。さあ、1ラウンド交代です。1ラウンドごとに。シノニエッサガット VS シャルバイソン。1ラウンドごとに、あの、使う人が変わります。使う人が変わります。うまい。ああ今つるいな。この2人東西戦でも当たってまして、シノミーのミースカシに対してコパコパクリージを4回ぐらい蹴ってました。あーまあね、決まりますからねあれね。あー死んだ。これです。はい、交代交代、サクッと交代。まあヒデバイソンとムーエサガット、いやこれムーさん勝たんかったら恥やで。やばいやばい。ヒデ君はうわぁ、今だって普通のストレートだったよ。それはねそれはねせめて、ああ、せめて中キック2発キャンセルしてほしかった。そうね、そう。さあ、誰ここの受け、これで、鈴鹿さんと亀蔵ですけど、これ負けることで、あの、チームに貢献をするという。そうですね。さあ、なんか普通にゲームができてる。まあ、鈴鹿エッサガットはお前も見たことあるぞ。そうですね、さっきのは結構高っ、おっと、さっきこれはさっきのは駄菓子感があったんですけど、これはまあまあゲームになってる。これあーちょっと駄菓子っぽかったですね。さあ、シノニーがもう一回座り直し。はい、先方はそのままで、ね、それで今 2P 側は竜とチュンリーが残ってて、多分ペコさんの竜でしょうね、これは。まあ、ダルシムがいますからね、残りは。で、まあ、まあヒデ君も一応竜は使えるので、いや、コマンド知ってるぐらいですね。だからまあ、2ラウンド、ここで勝って2ラウンド目寝るぐらい。2ラウンド目は無理じゃないですか、火力アップ用意。これだって、2ラウンド目でしょ、出るんだったら。いや、3でしょ、ね。1ラウンド目取っちゃった状況で、はい、出すわけにはないでしょ。そう、シャロさんが決めればいいわけだから、そうか、わざわざこの劣勢の状態でシャロさんを出すのは良くない。いや、そこでもう諦めてもいいと思う。あ、もう、いないものだと、いないものだと、あの、ペコさん、2人でやるしかないなくなったら終わりか。さあ、あー、裏切りの2チュンク飛ばれて、いや、ちょっと厳しいぞ。ああ厳しいぞ。これシャルさんペコ流が、おお、でかい。減った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 、超減った。梅原やる、梅原の中盤減った減った。そしてシャルさんを出すか。シャル流対鈴鹿エッサガットですね。さあパパか出ますね。安心のタイガーアッパーカーとパス当てですかね。うわー、さあ見てるよ、惜しい。優
戦はジャンプ自体は強いんじゃないかと思います。強いですね。ジャンプに有効な手段が上り中盤ぐらいしますね。うわー、ハット先端届かせて、おダムー対ヒデ、駄菓子屋が始まりましたよ。駄菓子屋横並びで、はい、駄菓子屋、これ横並びで対戦してますね。明らかに肘で妨害するんですよね。よくないですよ。次の攻撃を入れた方がいいですよ。さあ、ピコピコ少年やめろ。さあ、ピコピコ少年だった。お、間に合ってる。お、うわー、出る。ヒデ君、ヒデ君、ヒデ君、おー、運がいい。ヒデ君上タイガーに普通に飛ぶ。勝ちへのプランを持って。あー、なんだ今の差が無番だー。なんでアパカ出すんだよ。おかしいだろアパカは。さあこれで最後はヒデが先鋒、まあチュンリーでね、ちなみに先鋒ですよ。違う違う違う、シノニー、シノニー、シノニーだよ。シノニーだって、シノニー先鋒だ よ。やれヒデ、やれいいよ、ヒデやっていいぞ。ルールを把握しない方があれ。このキャラは勝ってるからそのままね、キャラは。なので2人目まで出たら3人目はもう鈴鹿さん先方固定です。そうこれ、はい、どっち行くんですかね、チューニー、どっち行くんだろう。使えるのはペコさんじゃないかな。なに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 、なんかが見えた。あー危ねえ。さあ弾けた、弾けた、今やるーい。なんでジャンプするやばいよ。あーいやー今アパカだろ。やばくねー、アパカ、アパカ出てたら死んでたよ今。あ、さあラリってる系のニュースタート。さあさあ、ムー対シャルが連続してますね、ね、当て方のせいで。さあ、これはあーいけなにそれ。さあ、あー、抜けていく、うまい。さあ、これで大将戦ですね。さっき、だから鈴鹿さんが、鈴鹿さんが先鋒で出てこない、やってないよね。さあこれはとりあえずあとはお互い手段がスカルシム使えるということで、とりあえず1ラウンド目は取らないところがまずいです。そうですね、もう常に1ラウンド目が重要ですね。重要、ほんと重要。さっき鈴鹿ダルシムが何もせず負けたのね、びっくりしましたね。びっくりしましたね。ああああああ。さあ2ラウンド目はさすがにムーさんが出てくる。さあムー対ここでシャル、シャル君のチェンリー使う。ああそうか、中野勢ですからね。どうなんだろう、使ってるとこあんまり見たことがない。見たことはないけど人間性能でなんとか。さあどんね投げ返したから、ユフェルの使っていってバカになるにはならん。おお、うまい。あれ強いんですよね。さあペコさんとこれはさあ、ワンピースの2、これダルシム、スーピーは、あ、これさあ露骨なペコ飛んだら勝てるかも。技がわからないと言ってたシノニードリル投げられる。終わり。さあどうした、これはした、これ作戦負けですね。戦いの前には勝ったと言っていたが、はい、では残念ながらナッシュメンガイスト対鈴鹿ムーシノニーです。はい、ツノッピーさん、ツノッピーさん試合ですよ。はい、どっちが 1P にします。これじゃんけんかな。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、 1P、 2P、 じゃんけん、どっちでもいいって。シノニー、大丈夫。さあ、
そう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 、このルールだと最強キャラは多分、このルールだと最強キャラね、バルログっぽい気がするんですけど、やっぱりあっちはね、ダルシムダルシムエスサガットです。はいはい、さあ、たどうぞ、はい、どうぞ、じゃあ始めてください。ムーさんが多分ダルシムだと思うんですけど、だってほらこれだって僕あのチームに入ってダルシムダルシムダルシムになってたらダメでしょ、別に面白さがない。それだったら僕出たいなって思う。さあ先方は何なのその下中盤。ランシュメン対ムー、ナッシュメンガイル VS ムーダルシム、これもイニシエの、え、あ、知り合いなんですか。はい、へえ、ものすごい古いですよ、僕が X 始める前ぐらいです。へえ、ビッキーズのプレイヤーです。なるほどね。さあさあ端っこ行っちゃった、高見城パン、お、なんか上着がある。うーさん頼む、なんかやってしまう、死んでくれ。あるよ、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 うーさんならなんかやってくれんだろ。ドリル行こう、ドリル行ってみよう。さあ、これもね、交代。さあ、角さんが出てきた、トロッピが座る。なんでムーさん座ろうとしてんの、誰でしょ。さあ、開幕飛んじゃった。さあ、リッここで、はい、その身を出すのは左遷ですね。そうですね、本職とは当てないっていうね。なるほど、まあ、これはね、まあ、これは想定内、お互いで、ガイストさんと鈴鹿さんですね。あかんの、本職ですね。そうですね、やっぱ1ラウンド目取るといいですね。そうですね、相当楽になりますね。これはね、サブと本職でやると無限が起こります。きついっすね。うわー、はい、ファイヤー待って。さあ、これでブランカとガイルどっちか、どっちを出すか。まあ、残ってるのがエッサがないじゃんね、ちょっと難しいですね。エッサガニブランカは当てづらいですね、さすがにね。さあ、ガイストさんのブランカ、ガイストが出てましたが、これ我々さっき、はい、一応一回使った順番は全部固定でやったんですけど、そういうわけではないんです。そういうわけではないです、ね、先方だけなんです、だけですね。そうだったんですね。だから一応相談して2人目っていうのはそうできましたね。あはー、さあ先方負けちゃった。ガイスト、スマッピが座る。これは3キャラ目は見えないってことはないか、3キャラ目は見えます。シノニーダルシムですからね、これはちょっと勝ちたいところ。ダルシムは適当に取ればいけるね。本当に、いやいや絶対そうです。エンプラの飛びとかもね適当に見えるけど。さあ応用力が試されますよ。スト2力が試されますよ、これは。しかし、バルシムといけば難しすぎる。さあ、ね、何かを今アドバイスしてる。何かを言いましたけどね。鈴鹿ダルシムなので、これを取ればだいぶワンピー側マシになります。さあ、もう事故らせるしかない。まともにやる。うまい、今のうまい。レーザーは垂直にかなり強いですね。おー、惜しい。スペルの厳しいですね。一番当たっちゃいけない気持ちですね。やばい、変な技をもらした。おー、でもあれね、超
ダメなんだよな、出た後な。あれで落ちてくれるといいんですけど ね当たった後いい具合にならないんですよね。ジャックローリング飛び込みっていうのがあります。本当に一応いける。さあ、スノさんのガエルが3番手、コースロッピー、そしてムーダルシム、ここもビッキーズ対決ですね。重要なことはこれ、人読みがね、通じないんですよ。やるーからのバカンパンさんだ。あんまり減らない。投げる。さあ、ムーさんが散る。誰が座るのかな。さあ、今度はライスを出してきた。ワンチャン、これね、これは匂いますから。ワンチャン、ワンチャン、ガイストさん、これ頑張った方がいいです。待ってますからね、はい、これガイストさん頑張るべき。流れ重要ですからね。おおおおおお、投げ、あっとどう相手を信じすぎた。さあ、マッシュメンって鈴鹿、レベル読みの話にもなってきますね。そうですね、必殺技を伝授。一番簡単にできる必殺技を今伝授してます。一番簡単かつ勝ちに結びつく必殺技を今伝授されてますね。なるほど、そういう時に先生の腕が試されますね。今日勝てるというのは非常に重要なこと。明日勝てるんだ。すぐ使えるわ。すぐ使えるのかダメだった。さすがにキャラが強かった。さあ、鈴鹿チームが下に行ったんですね。はい、では、準決勝の、上をやりましょう、ね、グリグラニア中野ワンピー側、シャルヒデペコツピー側です。ケンケンホンダ、さあ、へんてこなルールですが、もうちょっと考えてから席に着くべきですね。今のところ頼れる対象やってますね、鈴鹿さん。ワンピーガンは OK。 OK。 はい、ではグリグラ剣対シャルバイソン、なぜ剣2体にしたのか。ここで本場使いたかったですね。赤色のタンパク、グランドでいきなりでかいバッパが入っちゃう。さあ、波動拳をうまく打てばヘッドで打った時に一文字が最低でも発生する。おーとねーが、これはおつや。トネピーバイソン対、あ、トネピー剣対ヒデバイソン、これもう6戦いくでしょう。おー、いかない。だーわからん殺し激しかったね。さあ、ニーア剣対テコバイソン、これなかなか面白そう。はい、今グラウンド入る。タッチエヴァン、いろんな技を使っていく。
マスコップ入っちゃう。いないいないいない。おお、なんだショルゲン、クレイジー。さあそれではシャルバイソンがまた座って、これはホンダ出すべきだと思うけどな。一人一回なんですよ。さあこのラウンドが超重要、ワンピー側にとっては生命線です。ここを取らないと後がほとんど残らない。がグリグラ戦法を使ってしまったので、しょうがなくトレピが出る。さあピヨっちゃって、いいのが入る。スーツキー、あれはしょうがないですね。そんなやることありません。さあこっから、こっからあるのか。着艦、あースーツキーにしちゃった。着艦だった。さあヒデにニーハー、またしてもこの2人当たる。さあヒデ君のこの応用力の低さひどいもんだ。たまにはサブキャラ使っとけって何回も言ってるでしょ。さあグリグラホンダバーサス、これはタンパためそうですね。タンコパンで待っている。あの技するのすい、キャッカーン、もう一丁届かない。あとはクリスを食らわなければ OK でしょう。頭突き削って、頭突きでさあ、トネピーが座るしかないですね。ここはもちろん竜が出てくる。中野ホンダ VS ペコ竜、さすがにここはしっかり落として、ここも踏ませる。弱波動が多い。さあグータイクなったがなかなか寄れない。バックジャンプが激しい。さあニーヤーホンダ VS ヒデ、ヒデ竜。さあこれはちゃんとした試合にならないと思うので、キックしましょう。あらさあやりたい方でやってるニーヤ、しっかり取って。さあここ、ここも重要。これ勝たないと大変。シャブリューはさすがに、さすがにやってますよ。グリグラが、おお、肋骨ついた。投げられたが、まだ死には至っていない。シャルが波動拳を使わずに組み立てていく。腕突きをしっかり対応して、さあ踏ませて真剣化となっている。さあ先方はニーヤーの剣、残っているのはこれだけ。さあニーヤー剣バーサスペコリュー、アッパー。さあ暴れをしっかりガードして、一文字入れたがファイヤーで燃やされる。今のは一体、これは燃やされて
苦しい。ユリグラが行く。ケンタの使えると選んだキャラは弱すぎた。グリグラケン、おー痛い。衝撃ガード。まさかヒデが締めちゃうのか。ヒデがまさか、おー出ない。これはひどい。さあ何もしてないのに衝撃が絡まって、シングタイク、あー、ヒデが勝った。ヒデが勝っちゃった。それでは、今負けたチームと、ダルシムチームですね、ここじゃんけん。じゃんけんさあ、ケンケンホンダ対ダルシムダルシムエスタート。キャラだけ聞くとえらいことになってますが、ヒデ 1P 側は決まっておらず、 2P 側は、はい、さっきからやる気満々。やる気満々ですね。ムーさん、深刻性だと何か言いましたか。深刻性です。はい、わかりました。深刻性とはっていう感じですね。さあ、ここでニーヤーさんが剣、ホンダ、ホンダ、ニーヤーホンダでいく。なるほど。確かに。あ、これは落とせないやつ。いや、これ落とせないですね。あ、うまい。ヒチューパンが当たって、お、降りる、いい対応。うわー、突っ込んでしまった。これはイヤホンだ。うまいな、今の。やばい。おープーさん、恥ずかしい。あー、冷静。迷ってしまわれた。今のヌーさんやばいっすね。これはどうする。さあ、シノニー、あ、これは後出ししますわね、今。そうですね。今のずるいな。ダルシムチーム、ガチっぷりを見せつける。ノブラドガチ。これでルール決めてなかったの、そういえば。そうですね。ありなのか。うわ、決めてなかった僕が。あれ、フェイク、フェイク、なるほど、読み合い。そう、1ラウンド目の開幕を捨ててまでやることなのかどうか。ラウンドの開幕はね、重要ですからね、特にこういう組み合わせは。うわー、これは、あー、しかし冷静に話す。グリグラフォンド結構うまいですね。そうっすね。おー、しかし、あー、あ、おいしい。岡田が前に出て、うまい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 、これはあるのか。うまい。あー、しかし、さあ、わかんないの。あるあるある。タッチングだと知らない。おー、なんとやりよった。やる。さっきの今2回見たの、これ。鈴鹿カカス。さあ、あんなこすいことをやってこのざまです。やばい、面白いわ。さあ、ここでシノニエサガットが 2P 側。これはでもエサガットですか。あ、気をつけた。あ、まあ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 、距離を離すことがとりあえず重要ですからね、トラップ側。おっと、シノニーお得意の、お得意の膝からの。さあ、キティどうする。いや、厳しい。前飛んでくる。なんか長州キックみたいな感じの匂いが。あの技がね、かなり強いんですよ。あ、そうなんですね。ずっとワイチになるぐらいの反省の強さなので。どんだけ強いんですか。なかなか悪くない。やばいですね。一方勝ちしたことが過去であります。
相打ちが最悪相打ち、最悪まではいかないですけど、はい、打点によっては一方勝ちまであるぶっ飛んでますね、さすが S キャラですね。あんまり変わんないんじゃないかな。今度はこれはうっ、おー、うまい、よく見てる。張り手、張り手がどっから飛んでくるかわからない中野飛んだ。しかしお、うっ、わからない。おー、やりおった。さあこれでグリグラホンダ対続いた S スタート。さっきの中ちょっと、あ、これはワンピーがノリノリですね。おーっと、これやばい。あー、ガード、あ、打たなくていい、打たなくていいというアドバイスが飛んだら、いや、これはいやこれセンスを感じる。そうですね、どうなる。あー、しっかり待っている。本当使いになった方がいいんじゃないか。さあ、まだわからない。さっさ、上上、そろそろパターンが分かってきた。あ、さあ、さすがサブキャラなので張り手が出ない。ここはネックか。うっ、あー、あー、確定。鈴鹿キラーなのか、グリグラ。さあ、ダルシムですよ。違う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 、ムーさん、さっき先方出たっけ。さあ、まだルールで聞き返す。大将で2連敗して鈴鹿さんのことはズタボロなのに先方、これはやばい。さあ、ここから大した男になれるのか。これね、鈴鹿さんが冷静さを保ててるかに。あー、もらったか。あはははは、鈴鹿さーん。さあ、レッカーが弱い。次に勝つ。そして、トレッピー今回メーダルシム。はい、こっちはまあ、メインキャラメインキャラでいっていいでしょう。しかし、やったー。絶対、ピュアの総体がどうなる。鬼武装があるんで。そうですね、鬼武装があるんだけど、皆さんファイヤー打つから見ててください。そうですね。ほら、あー、撃った、本当に撃っちゃった。どうすんの。あ、溜まった、溜まったけど動けない。皆さんファイヤー打つから見てる。あっ、あっ、終わりです、終わりです。今見るまでもなかったんですけど、一体何が起こったんですよかね。今ひどいな、弱かったな。では、はい、決勝戦、はい、グリグラニア中野対シャルヒレペコが、今度じゃんけんですね、はい、これライフ2つにすると多すぎるので、はい、1キャラ増やすのどう。1キャラ増やす、1キャラ増やす、うん、なるほど。いい、3対 4、もう1キャラ考えて、うん、今あり、あり、あり、どうしよう、何がいけるそれは、さ、4体目に出てくるんで、OK、はい、最後、あ、さ、最後とは限らない、最初はグー、ダンテ、おい、アイ、コム、ショさあ、決勝戦です。いやー、鈴鹿さんは今日の大会すごいことになってますね。いやー、僕ひどいですね。一番弱かったっす今日。今日のプレイヤーの中で一番弱かったっす。プレッシャーに超弱いんですよね僕。オッケー、はい。二人目の後出しはありだけど、ラウンド始まっちゃうよ。あれ、ルールの穴で面白かったですね。一番ぐらい勝ったからこそできるシステムなので、悪くないですね。さあ、ワンピー側は
コネピーが中野、中心側がペコ、一番の目取るのが本当に重要ですね。後出しにしても勝てもじゃ限らない。そうですよ、本当に。このゲームはラウンド間にゲージの持ち越しとか一切ないので、もう気軽にぶっ放して勝負を決めるのがいいかなと思います。さあ、ワンピー側グリグラ、ツーピー側ヒデ、さあサブキャラ同士、ヒデとこれゴール点出してますか。あ、そうですね、あのたまに出るんですよ。なんか今日見てない気がします。あ、出た。さあ、ここで出っ張りしっかり削ってニーアーとイシャル、またしても当たってしまう。さあ、ツーティーが2回、アイアカード当てたマシャル、奥だけで足に詰めたぞ。さあ、足が当たらない、歩きすぎた。しっかり対応、アッパー昇竜でまず取ったのは 2P 側、竜で前方がペコ、4体いますからね、 2P 側は余裕がありますね。さあ、剣を出す、グリグラ剣がいって、さあどうなる。やはり竜というキャラも相当強いですね、こうやってみると。そうですね、太陽拳、太陽拳使ってますからね、まあ、使いやすくバランスがいいという。さあ、苦しいニーアー対ヒデ、さあ、逆殺症なのか、対話で通勤やるぞ、どっかで見た動きだ。さあ、絡めて処理、さあ、うまいですね、ここは強処理、ここは強処理。さあ、シリエはかなり守り気味だが、球体機勝って見えないし、が処理バックジャンプした、まだ死んでない。おおさあ、ヒデが勝っちゃって、大将ホンダ。ワンピー側の動揺っぷりが半端ないですね。ツーピー側ニコニコです、ニコニコしてます、もう勝ったもんだと。こっからかもしれませんよ、ニアホンダですからね。そうですね、4択して全然おかしくないですよ。ナイスガード、ニアはかなり分かりづらかった。燃やして昇竜、しっかり対応、もう体力追いつけそうだ。突き当たった、やったー、やりよった、いい上がってきて踊りをつなぐ。さあ、そして今なんか後出し臭かったですね。後出し臭かったけど2ラウンド目で終わったらしょうがないんじゃないか、2ラウンド目で終わったらしょうがないんじゃないか、勝った顔がやるから意味があるんだぞ。おお、すぐ飛んじゃう精神、パス。さあ、ニーアホンダに対してもうホンダしかいないですからね。ヒデチュンリー、あー難しいですね。これでもどうなんですか、なんかチュンリーの方分かってないと全然ダメそうな。あ、もう一瞬で死にますよ。はい、一回掴まれたらピンチだと思った方がいいですね。で、掴まれるまでのプロセスが百貫をガードでいいので、その辺がマシです。なのでチュンリー側は早めに飛んでどうのこうのっていうのがすごく多くなります。おーいちょー、バックジャンプ入れっぽおじさん、うわー、今のはお電話案件ですね。バックジャンプ用の横向けでやったのになかなか。さあ、1P 側中野ホンダ VS2P 側、
シャル・チュンリラウンドごとに交代のルールです。若干死んだが、おお投げ返した。しかも受け身がない。おお若干裏だった。見えないですね今の。さあこれはどうなる。さあテッシュ、こんばんは。こんばんはって言ってるのは X ゲーマーズさんですね。いつもうちの動画を YouTube で見てくれるモロッコ人の。いろんなとこにいますね。うちの動画大好きです。すごくいろいろやってくれるんでありがたいです。あーっとこれは死ぬか。あるぞ。やったんびよったー。さあグリグラホンダの株価急上昇。さあニーヤホンダが、ま、もう今度はニヤニヤしてる。スターキャラまだ分かんないですね。本番強いですね。いや素晴らしい。ニーヤーホンダ VS シャルバイソン、ラウンドごとに交代のルールです。これ大会前にどう説明したらいいんでしょう。こういう時にあるんですね。そう、ワンランドスイッチ素晴らしい。それです、それです。イエス、ワンランドスイッチ。そうです。ただ今コメントの前とか尋常じゃなかったですね。確かね、モロッコ人なので英語ペラペラで日本語を理解するという相当入ってきました。うわーっとシャルがクレイジーで取っていくが、先ほどからトネピーが拾ってユリグラが頼れる体操という謎の連携を組み立てている。ワン、ツーピーガー、ワンピーガー、うわっとデカいの入った。グッツキー、さあ露骨に削る。頼れる体操ユリグラ、ユリグラホンダ VS ペンコバイソン。おー安い。おー一応入った。マジか。ボタン嵐は慣れが必要。うわーグランド入っちゃう。グランド打ち切り。うわー逃した。やった。打ち切りを投げて勝ったのは 2P チーム。しかし 1P 側ホンダケンケンチーム大健闘でした。さあ優勝おめでとうございます。リセットしちゃって。変なルールだったけど面白かったっすね。はい、じゃあ一言ずつ いただきましょう。あ、ヒデです。あのペコさんとシャルさんがだいぶ頑張ってくれたので、まあ、僕も竜で勝ってよかったです。ありがとうございます。シャルです。とても面白いルールで楽しかったです。ありがとうございます。あ、ペコです。最終的にはルールを熟知しているものが勝つと、そんな感じでした。はい、あのダルシム2体には絶対負けないと思ってたんで、はい、フォックスのまた再来です。ありがとうございました。はい、コメントありがとうございました。それでは今日の大会はここまでとさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。
Walking! Walking! Walking!
Walking!
がとうございます。来週はでも大山あ、うちか、よろしくお願いします。それでは、早めですけども今日は配信ここで終了いたします。皆様ご視聴ありがとうございました。また来週。